ははいいおはようございますす園です今日はニンニクを栽培したいのでこちらに化成肥料を入れていきたいと思います前回は堆肥を入れて耕しましたそして苦土石灰を入れて耕しましたこれを1週間おきにやってきましたでニンニクを植え付け1週間前になったということで今日は化成肥料を元肥として入れていきます使う化成肥料は いろいろあると思うんですけどもこの活性肥料というものの中でオール8号と呼ばれるものが一般的に使いやすいと思います成分が窒素リン酸カリと888と書かれているものがちょうど使いやすい万能タイプの肥料になります玉ねぎとかニンニクとかね専用の肥料とか書かれているものももちろんいいと思います、はい、ではこちらをまいていきましょう巻く量なんですけれども、 1> 縦 1m で横 1m に対してだいたい1平米ですねこの化成肥料2つ紙巻いていきますだいたい1つかみが 50g だと思ってくださいだから 100g ですね 1m1m 四角形のところに2つ紙を巻いていきます あまり多く入れすぎも良くないんですけれども、野菜が育つ上では肥料が不可欠です。ね玉ねぎらしい大きさに育てるためには、きちんとした肥料を入れてあげると、野菜もすくすく成長します。はい。とりあえず今回は、このちょうど私が立っているここここにニンニクを栽培したいと思います。 畝が大きい方はね、小型の管理器などでやってあげるといいんじゃないでしょうか。では、追肥が終わりましたので、これを、はい、もう一度、スコップですね。こういった剣先スコップ、先が尖っているものを使って耕したり、また、クワなどを使って耕していきましょう。大体この剣先スコップは、剣先から足を踏みつけるところ、この長さが大体30センチなんですね。 このぐらいの層でだいたい混ぜ込められるように、ね、やってあげましょう。もう柔らかいので足を、ね、使わなくても今までは堆肥入れた時は硬かったのでこう足を使いましたね。で、今日は3回目高しになりますのでだいぶ柔らかくなってきました。スコップをやるだけでも、ね、こんな感じになってきます。まあ、このようにして一度に土作りをやろうとせずに何回かに 分けていただければ、まあ、少しずつ土は柔らかくなってくるわけですね、まあ、体に負担のないように、ね、少しずつやってあげましょうでこういった作業をやっていると意外とこの腰また腕あと背中この3つが一番力を使って負担かかりますいかに効率よくやるかですねもう柔らかいのであれば 両手でグーッとやるのではなくて上の方から勢いをつけてスコップって結構重いですよねこの重さを利用します農具って結構意外としっかりと丈夫で重さがありますのでこれで上からさっと、ね、勢いをつけてやると意外とこれ楽ですある程度ね柔らかくなってきているのであればこんな感じでやってあげるとこう連続でできます やっっぱ中腰っていいうのはきついですよね。楽しい菜園で楽しい土作りと思うとねいいものができるものですこの畑は最初は荒れ地だったんです石ころだらけだったんですねで耕しちゃ石ころが出てきたそれで耕した後に一輪車を持ってきていっぱい拾いましたそれを何年も続けていくうちに石がだんだんと減って なサラサラな土になったとということで,す、ね、であとあと赤土が多かったですでトウモロコシなど栽培したりしていましたので,で少しずつ土作りも改善できましたもう最初は、えー、根っこにこぶができるね根っ根こぶ病とか根っこぶ線虫とかねあと根っこが腐ってしまうような ねぐされ病とか、ね、いろいろなものが出たんですけれどもうーんやっぱりねこうイネ科の植物を栽培したり、まあ、牛糞堆肥を入れたりとかそうすると排水性が良くなるんですね暖流構造っていうんですけど暖流化するようなね土になると自然と雨が降って水はけが良くなるそうするとここの畑自体が過失にならない。 まあ病気を減らすことにつながるんですね土作りはとても大切です前回は、えー、苗作りは繁作ということでとてもね大変大切な作業苗作りもしっかりやっていきましょうということで、えー、ご紹介させていただきましたけれども種をまいて苗を作っている間は 結構時間かかりますよね。その種をまいた間に土作りも同時にやっていきましょう。これやっぱりね、一度にできるものではありません。少しずつ少しずつ土作りをしていくということが大切だと思います。ちょうどこの畑は今年で私が野菜を作り始めて 大体25年ぐらいですね、経つんですけれども、も本当に何を作ってもいい野菜ができるようになりました。まあ、微生物も増やすように、そう、ぼかし肥料もですね、入れてます。米ぬかを発酵させたもの、ねもみ殻を炭にしたもの、まあ、そのような天然資材なども活用して、いろいろな菌をね、入れて、野菜にとって、 有益な微生物を増やしたことによって私今耕していますけれども耕さなくても畑の中に微生物がたくさんいればこれ自然と土がある程度は柔らかくなるものですで目には見えないんですけれどもこの土の中で微生物が活性化動くことによって 土が柔らかくなるんですねでそれに必要なものが牛糞堆肥とか、まあ、動物性で言えば牛糞堆肥とかが代表ですねで植物性だと、まあ、トウモロコシの残酢をすき込んだりとかあとは油かすカスとか米ぬかとかそういったものですねで微生物がいかにそれを分解しやすいように持っていくかということで まあ、ぼかし、肥料を使って入れたりするとより土づくりができるということですいやまだ9月、ね、下旬10月に、えー、な,るなってもですね気温が高い日中とても暑いです、えー、今日も気温は30度いってます今ちょっと。 3, 3往復ですね3回行って帰って行って帰って3回やりましたけれども結構暑いので体に負担がかかります無理せず疲れたなと思った時はもう家庭菜園でやっている方は腰を下ろして少し休んでいただくで、必ず水分補給をしてくださいまだすごく体は熱いね照っております空をご覧ください すごい太陽の光線が強くて、えー、私の地域ではまだまだ暑いです。日中30度超えてます。まあ、それでもね、少しずつやっていけば、いつかは終わりが見えてきます。ね、一度にたくさんやろうとすると、メンタル的にも大変になってきます。楽しい菜園ではなくなっちゃうんですね。そうすると自然と作業がおろそかになってしまって、あ ちょっっとととここれやめとこううかなってしまうもし疲れた時はゆっくり休んでいただいて体調のいい時にほんの少しずつねやっていただければ大丈夫ですえ今回ニンニク栽培ですまあ地域差によるんですけれども9月から植え付けできますし私のところだと11月中旬頃になってももうここ最近は冬が暖かいので えおととしぐらいですかね11月下旬頃にンニク植えつけましたけどまあでかいニンニクが取れました、まあ、そんな感じでできますので慌てずゆっくりとこのように土作り耕すことですねやってみてください 最初の頃はすごく赤土が混じっていたんですけれども徐々に徐々に腐、ね、食産が増えてきました堆肥、えー、を入れていてですねトウモロコシの残骸をすき込んだりしているのでだんだん土が黒っぽくなってきました最初は真っ赤だったんですねあいいものがありました昔の名残がですねまだありましたちょうどこの辺りですね 反射して見えないかな茶色っぽくなってるのがわかりますかあの赤っぽい要は赤土と呼ばれるものですねこれが多いとネバネバしてる雨が降るといつまでも土が乾かないこれが原因だったんですこれがほとんど閉めてましたこの農場じゃまずいということでいい野菜が作りたいということでいろいろ土作りをした結果 ね、少しずつこう茶色い土に仕上がったということ塊に見えるけれども少し手でやるとサラサラした土になるとこ粘土質ここは、ね、粘っこいんですね、はい、土作りは慌てず少しずつやっていってくださいはいこんな感じでいいでしょう えー、ニンニクを植えつける畝、まあ、なんですけれども、まあ、それぞれ必要に合わせて、えー、長さなどは、えー、決めていただいてそれで元肥を化成肥料オール8号あたり振っていただいて耕していただければいいと思います。で畝はうー今ちょうど耕して凸をしていますけれどもまだこのままで大丈夫です。今度はいざ植え付けをすると直前になってから 今度はトンボの冷気などを使っていただいて、ウネの表面をま平らにするわけですね。で台形状にしていただいて、両サイドを溝を切っていただくようにしてう、ニンニクを植え付けするウネを作っていくわけなんですけれども、まだ表面はね凸凹の状態でしておいた方が、えー、下の方に酸素が行きやすくなるんですね。より柔らかくなりますので、ほんの短期間なんですけれども、 まあそれにしてやってみてはいかがでしょうかで雨が強く降った場合なんですけれどもその時はまた、えー、もう一度植え付け間近になったら耕していただくですね今まではスコップで散々深くやってきましたので硬くなるのは雨で硬くなるのほんの1センチぐらい表面だけですその時はスコップなどではなくてトンボの冷気だけで撫でるだけ 三角方を持ちの方でしたら三角法だけでも簡単に柔らかくすること元に戻すことができます、はいえー、次回は、えー、にんにくを植え付けをしていきますでまだまだ、えー、時期はありますので植え付けまでありますので慌てず少しずつ、えー、楽しい菜園で、えー、土作りをしていってください、はい、ということで今日はにんにくの元肥活性肥料ですねオール8号を使って、えー 元替えを入れたということで、ご紹介をさせていただきました。今日の動画がいいと思う方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。